登録番号5142つねずみです。6コース6号艇のつねずみでスタートしました。中へこみのスタートで1号艇2号艇外から6号艇が好スタートです。今日はまず歴代の養成所チャンプ一覧から直近数期分をウィキペディアを参考に見ていきましょう。こちらが直近7期のチャンプです。なんと126期のチャンプはそうつねずみ蓮選手なんです。若手選手なので外枠からの出走が多いですが、6枠での成績はこのようになっています。2020年5月13日に初出走、2021年1月27日に初勝利を挙げています。最近は結構3着以内に絡んでくることも多くなってきてますね。まくり2回、まくり出し1回で1着を取ってますね。そんなつねずみ選手、今回、内枠にスタート校舎の中野次郎選手や松村聡選手がいる中、コンマ1ゼロを決めて見事勝利しました。2021年3月17日、一般戦、ジャパンビバレッジ杯、開催3日目下関8レース、出走メンバーです。それでは、どうぞ。ボートレース下関ジャパンビバレッジ杯の3日目予選競争第8レースが始まりました。1号艇太田牛尾、2号艇中野次郎、3号艇松村聡、4号艇瀬野忠之、5号艇下川隆文、6号艇常住蓮以上のメンバーです。ホームの追い風今は4メートルほどです。まずインコースには1号艇太田牛尾。今日前走はもつれた3番手争いをものにしました。ここはインからです。2コースが2号艇中野次郎。昨日後半レースで初勝利が上がりました。人気の中心はこの中野です。3コース3号艇の松村聡。新モーターの根節ですが気配は良さそうです。3号艇松村がスロー3コース。そして本番はピット離れしっかりと互角に出ていきました。4号艇の瀬野が角4コース。5コース5号艇下川隆文はここまで船券絡みとしています。6コース6号艇の常住蓮。本番は枠なり進入3対3。予選競争第8レースインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。中へこみのスタートで1号艇2号艇外から6号艇が好スタートです。最終の1マーク1号艇の太田の外を握ってまいりました。6号艇の常住、差しは2号艇の中野に3号艇の松村ですが、まくった6号艇の常住がトップに出ました。スタートは前提正常でした。6号艇常住まくりました。2番手は3番と2番の接戦です。1周の2マーク6号艇の常住が回って先行する3号艇の松村、縦を回しましてから差してきました2号艇の中野。2番手リードは3号艇の松村です。今度は3番手が接戦。2号艇の中野と並んだ1号艇の太田、2番と1番の3番手接戦です。先頭は6号艇の常住が2周1マーク、続いて3号艇の松村、3番手は2号艇の中野次郎が先行しそのまま振り切ってきました。さらには3号艇の松村にも迫っています。さあもう一度2番手が接戦となってくるか。3号艇の松村のうちにさあ入りました2号艇の中野次郎です。注目2番手は2周の2マーク2号艇の中野の方が先に回って差しハンドルで3号艇の松村が応戦します。この差しも届いて3番と2番、2番と3番、2番手接戦でレースは最終周回です。それを尻目に独走態勢は6号艇の常住蓮が先週1マークをクリアです。さあ2番手どちらに軍配となるか。3号艇の松村が今度は先行して引いての差しは2号艇の中野次郎、中野がさばいています。2番手は2号艇の中野次郎、二停身置かれました3号艇の松村、その後方に1号艇太田牛尾、5号艇下川隆文、4号艇瀬野忠之、ラストコーナートップは6号艇の常住蓮、そして2番手は2号艇の中野次郎、3号艇の松村聡は3番手、第8レース、まもなくゴールとなります。先頭6番ゴールイン、2番ゴールイン、3番ゴールイン、1番ゴールイン、5番ゴールイン、4番ゴールイン、以上前提ゴールインしました。126期養成所王者、常住蓮選手が、見事、大外からトップスタートで鮮やかなまくり勝ちでした。